皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はポンポンハンバーガーの作り方をご紹介します。ポテトもあるのですが、今回はまずハンバーガーからご紹介。こんな感じにできます。使った道具をご紹介します。浜中のポンポンメーカー、9センチの直径のものを1つ、それと浜中のハサミ、よく切れます。それと浜中ピッコロという毛糸の種類のものを使いました。ちなみに毛糸は左からパン、肉、レタス、チーズ、トマトの色です。では作り始めます。ポンポンメーカーは今回色がレイヤーになります。外側に来るレイヤーの色を先に巻いていきます。今回の場合はパンが一番外に出るので、パンの色を先に巻きます。できるだけ綺麗なレイヤーを作るために、こんな感じで巻いてから寄せるというような巻き方をして1周巻きました。そしたら2周目、3周目と巻いていって、だいたい5周目ぐらいになるまで巻きます。こんな感じで5周目まで巻けたら、毛糸を切って次の色で巻いていきます。次の色はレタスの緑です。これも上から端から巻いていきます。だいたいこんな感じで巻けたら、レタスの色を切って次の色を巻いていきます。次の色はお肉の茶色です。同じように端から巻いていきます。ちょっと巻きにくくなりますが、頑張って。お肉はちょっと分厚めに巻きました。こんな感じで巻けました。ここがまっすぐになるぐらいまで巻いていったら、この側は終了です。次に反対側も巻いていきます。こっちの側もパンが外側に来るので、パンの色から先に巻きます。さっきと同じぐらい巻いていきます。こんな感じでパンの色が巻けたら、パンの色の糸を切って次の色を重ねていきます。次の色はトマトの赤です。こんな感じで同じようにぐるぐるっと右側から巻いていきます。巻けたら切って次の色を巻いていきます。次はチーズの黄色です。黄色も同じように巻いたら、このように閉じます。ストッパーみたいなのがついているので、これを両サイド止めていきます。こんな感じでパチッと止められます。こんな風になりました。美味しそうですね。すでに次にこの真ん中の部分から切っていきます。切った後に留めるのに使う糸、これぐらいの大きさのものを準備しておくのを忘れないようにしてください。では切っていきます。ザクザクっと切るんですが、ここが一番楽しいところです。肉とレタスとパンの部分切れました。そしたら反対側も切ります。チーズとトマトとパンの部分も切っていきます。こんな感じになります。糸で留めていきます。糸は二重にして、この真ん中の溝の部分を通らせてから、グッと結構力いっぱい閉じていきます。1回2回回しかけて、ギューッと左右に力いっぱい引きます。次に片方のストッパーを外します。こんな感じでそっと外したら、さっきの糸をもう一度ギューッと左右に引き締めます。その後に今回は片結びで1回結びます。反対側のストッパーも外します。外すとこんな感じの丸に近い形になります。これだと全然ハンバーガーにならないので、このように形を整えていきます。トマトだったりチーズだったりはこうやって横にすると均等になります。形が整ったらカットをしていきます。このように真ん中を押さえながら均等になるようにカットしていくと切りやすいです。
結構ザクザク切っちゃいます。近くなってきました。まだまだ切れるのでどんどんザクザクと切ります。形を整えたらハンバーガーの完成です。ちょっと肉多めにしてみました。こんな感じでいただきます。ポンポンで作るハンバーガーいかがだったでしょうか。次回はポテトをご紹介します。ぜひお試しください。アヤクフルでした。バイバーイ。